ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。今回は2月3日発売のファイレクシア完全なる統一で評価が、ね、上がりそうなスタンダードのカードを紹介していきたいと思います。これまでの環境でなかなか活躍できなかったカードも新カードの登場で一躍人気カードにっていうのね多々起こってきたので、今回もねトロピオツカ的に、ファイレクシアでね期待できるカードこれなんじゃないかなっていうのをねピックアップしていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。最初に紹介するのは豪胆な敵対者です。こちらはイニストラード前の日の回で登場した白の神話レア2マナ31ハンコンで出た時に望む数の1マナと白、まあ、計2マナを支払ってもいいと。でこのコストを1回以上支払った時に、豪胆な敵対者の上にその回数に等しい数のブルーカウントを置きます。であなたがコントロールしている全てのクリーチャーは豪胆な敵対者の上にあるブルーカウンター1つにつきプラス1プラス1の修正を受けるという能力を持っています。これまでもこのカードは白系アグロで採用されていたカードですが、スタンダードのローテーション以降はなかなか日の目を浴びていないカードでもあります。しかし今回のファイレクシア完全なる統一ではスクレルブの巣、栄光のドミナス、モンドラクといったトークン戦略を強く押し出すカードが収録されています。それらと豪胆な敵対者は相性抜群、白系トークンデッキの最後の一押しにぴったりのカードだと言えるでしょう。さらに全体修正の値は乗っているブユーカウンターの数を参照します。豪胆な敵対者を出した後に増殖すれば修正値はさらにアップするというわけですね。血に飢えた敵対者なども乗ったカウンターを参照するんですが、基本的には出た時にしか機能しません。しかし豪胆な敵対者は倍残り続ける限りパワーアップするので増殖との相性もピカイチ。膨れた汚染者と一緒に使ってミドシロアグロデッキを組んでみるのもいいと思います。続いては閑静な中庭。こちら神川輝ける世界で収録された土地ですね。場に出る時にクリーチャーのタイプを選んでそのタイプ限定で好きな色のマナが出る部族サポート土地です。すでに兵士デッキなどでがっつり採用されているカードですが、今回特に強化されている部族といえばそうファイレクシアンです。エリシュノーはもちろん各色のドミネス、毒性持ちは軒並みファイレクシアン。ていうかもうねファイレクシアンじゃないやつ探す方が今回はね難しいくらいなんじゃないかなというくらいですね。しかもね各色に優秀なカードが存在するので、それらをできるだけ色事故が起こらないようにふんだんに使えるようにしてくれるのがこの閑静な中庭というわけですね。さらに今回ファイレクシアンサポート地の種子中枢も登場しているので、ファイレクシアンは8枚耐性の手厚い部族措置を持っています。アンコモンということもあり手に入れやすいのでぜひ4枚揃えておきたいカードですね。種子中枢言いづらいはい、続いて紹介するのは巨竜戦争ですね。こちら団結のドミナリアで収録されたカードです。全体2点ダメージと手札入れ替え、そして44飛行トークンと4マナにしてはかなり多くのことができるカードです。環境関係なく強力なカードではあると思うんですが、今のところは赤ターンアグロのサイドボードやパワーストーンランプで採用されている程度で、ハレリアでは50円で販売されています。しかし豪胆な敵対者のところでも話しましたが、今回はトークン戦略が結構期待できそうということもあり、全体火力の評価が上がるんじゃないかなと思いました。そしてこの巨竜戦争のいいところは全体火力だけでは終わらないところ。手札入れ替えの強さは鏡槍の偶話で実証済みですし、44飛行トークンはなかなかに対処しづらいスペック。全体2点が効かない相手には先読みで好きな章から始められる融通の効きやすさも持ち合わせています。また英雄ターン全般に言えることですが、増殖を使うことによって小能力を続けて使うことができるようになります。相手の攻撃時に実験的占いとやることでドラゴントークンを出すタイミングをずらしてブロックで打ち取るみたいなシーンがあるかもしれません。続いては契約紡ぎファルコスパーラ。こちらはニューカペナの街角に登場したクリーチャーで、縦カウンターが乗っており、クリーチャーに乗っているカウンターを取り除くことでデッキトップのカードを唱えることができるようになります。カウンターを安定供給できないとなかなかアドバンテージが得られないんですが、今回は取り回しの効く増殖呪文が多く存在するので、前回増殖が登場した時よりもカウンターを増やしやすく、新しいカードにつなげることができます。さらにファルコスパーラに乗ってるカウンターは縦カウンター。何重にも除去耐性を与えることでカチカチのアドバンテージ源として活躍すること間違いなし。同じ縦カウンターでは産業のタイタン、聖域の番人がすでに活躍していますが、新しい縦カウンター持ちが活躍するかもしれません。そして今回は油カウンターのシナジーもあります。ファルコスパーラが取り除くカウンターはクリーチャーに乗っていれば何でもいいので、複数個油カウンターが乗るカードならとんでもないアドバンテージを稼ぎ出せます。
個人的なおすすめは気まぐれな呪文踊り。クリーチャーでない呪文を唱えれば油カウンターが乗るので、組み合わせれば呪文がねもうぐるぐる踊り出すといった感じになるでしょう。続いてはとどろく雷獣。神が輝ける世界で登場した4マナのクリーチャーで、攻撃するたびにプラス1カウンターを置き、さらに改善されたクリーチャーの数だけダメージを飛ばす3-3速攻のクリーチャー。赤毛ヤグロでは最後のダメージカードとして一定の評価を受けていますが、今回さらなる活躍が見込めます。アルコスパーラのところでも少し話しましたが、新しく油カウンターのメカニズムが登場し、いろいろな効果を発揮するカードが続々発表されています。そしてこの油カウンターは改善と相性抜群。改善はカウンターが置かれているか、装備品がついているか、もしくはそのクリーチャーのコントローラーが持つオーラがついている、このいずれかを満たしていれば改善状態になります。カウンターが乗っていれば何でも改善されたことになるので、最初から油カウンターが乗っているクリーチャーも改善状態に。そうなればとどろく雷獣の攻撃でさらに大ダメージが見込めます。クイリオンの獣エビも増殖で強化されますし、一時期強力だった赤緑アグロがまた強くなるかもしれませんね。獣エビ、膨れた汚染者、とどろく雷獣の黄金ムーブを決めろ。はい、というわけで今回はファイレクシャ完全なる統一で評価が上がりそうなスタンダードのカードをご紹介していきました。まだまだ全てのカードが公開されたわけではないんで、まあ、今後ねさらに注目が集まるカードがあるかもしれません。またこのねファイレクシャ完全なる統一、僕3倍予約ねハレレで行っておりますんで、ぜひね今回のファイレクシャ面白そうだなと思ってくれたらハレレで僕予約よろしくお願いいたします。そして皆さんがね思うねこれから評価が上がるんじゃないかなっていうカードがありましたらコメントでぜひ教えてください。というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピーお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。